暑いです。今日は緊張しとるんですけど、魚釣りに行ってみようと思いますんで、青物がちょっと深場で釣れている情報が入りましたので、行ってサワラを釣りたいと思います。で、夕まずめでキャストでサワラを取りたいと思います。ダブルで頑張りますのでよろしくお願いします。それでは夢の彼方へレッツプレイ。釣れた？釣れた？今来たばっかり？今来たばっかりだって。せんちゃん、元気？久しぶり。釣れるん？釣れるん？お、すげえ。初めて来たんじゃけど、うち。なんか船団になっとるって言うけどさ、日本から低いよ。そうな一番ダメな時に来たじゃん。でも全然ハマチ2本つったじゃん。あ、そうだ、釣れる、うん、釣れる、頑張る。食べたかったやつが釣れた。やっと。すげえじゃん。ハモが亀甲縛りみたいになってる。やっと取れた。すっごい2倍。見てください、ハモが釣れました。これすごい、いいぐるぐる巻きじゃん。ぬるぬる見せてください。見て、すごいローションがすごいよ。ほらローションが。ラッシュに痛い噛んであげるけ。それ合うもんじゃない。大丈夫よ。負けおらんじゃないか。おい、ねえ、ドラグ結構すごいでやる。もうちょっと目上げや。バレてない、バレてない。あ、来とる来とる来とる。おい、来た来た。あ、飛び込んだ今。ナイス、すごいじゃん。
こに入ってったじゃん。飛び込んだ。ちょっと触らかしといてきます。本日の食材はこちらです。まず飲めるようなお米になりますね。特にここ、この辺に飲めるようになる。で、肛門がこの辺ですね。もう落としたんですけど、開いて肛門がこの辺だけど、ハムはここまで、このぐらいまで肛門から後ろも内臓が入ってますんでね。で、頭を落とし、危ないけど頭を落としました。すで、枝より後ろから一回落とす。ここのね、こう骨があるでしょう。ここがね、三角形に入ってる骨が。ちょっと大きめにこう、こんな感じで。この骨にこう、反る感じで。こう三角形入ってるじゃん。この三角に入ってるじゃん、ここ。わかる？ここが三角。またこう取らなきゃいけない。こういうふうに。そっちの方が多分きれいに取れるから。で、これ半分きれいになるね。でも、ここに骨があるけどね。ここに骨がある。ここに薄い骨があるんで、これを取ります。こうやってね。あとは骨切るね。余った骨グリルにカリッと焼いて出汁取れますね。 1.2mm。 これブリッて聞こえるじゃん。で、これ皮のところで止めとるんだけど、そこまで切り落ちたらもうそれ綺麗ですよね、最後。刺身で食うんだったら、これを皮をギュッてギュッて取ればいい。でも、指引きとかにするんだったらもうつけとる方がいいけ、もう食べるサイズにこうやって切れますね。指引きすれば、もう食べれます。どうぞ。爪はね、こういう状態で使うのが一番いいですね。穴が開いてたら辛くなったりする、ね、しまっと。
の沸騰です。仕上げのいいとオリーブオイル、ご視聴いただきありがとうございます。動画を見てクスッとしたらチャンネル登録よろしくお願いします。次の動画はこちらです。こちらもあるよ。